おはようございます。目覚まし朝礼の時間です、えー、今日はですね、えー、あの谷山さんですね、えー、谷川先生をお招きしています。小学校の教員をですねえ。7年間、今も8年目でであの兵庫教育大学で優秀な先生をね、あの留学させるんですね。 えー、ということで、2年間ですね、そこで、あのー、選手免許というのを取ってで、もっと活躍してほしいというです、ねあの、こんな感じで、えー、頑張っておられます。えー、ちょっとね登場したこの姿がねほとんどジャニーズ事務所かっていうね、あのー、スティーブ・ジョブスを意識したようなんでございますが、ねあのー、ちょっとじゃあ、えー、ご挨拶どうぞあ。おはようございます教員の谷です。 今あの大学院であの行っててまあ何で行ってるかって言ったらあの自分がその現場で働いててちょっとこう現場の疑問っていうかなんかその子供を見て主体的に学べてないなっていう気持ちがちょっとどん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 大きくなっていてそんな中で出会ったのがオランダの教育だったんですあ,あ面白いなと思ってそれを学びに今大学院に行っております。 はい、よろししくお願いしますそのオランダの教育については後でねちょっとねもうちょっと突っ込んで聞きたいと思うんですけども、あのーまあえー、長礼だけの学校でもねあのメッセージとしてはその学校を面白くしたいとこういうね あのメッセージをあの込めてくれてるんですけども面白くしたいってことは今あ,のあんまり面白くないとまあ,あのタニアンさんが面白くないと感じてるんじゃなくてもっと面白くできるのにねあのそれがいろいろ阻害されてるっていうような面があるんだとす思うんですけどもあのそこはちょっとざっくばらにあのなかなかね言えないこともあるかもしれませんけどど,どの辺はちょっと改良の余地がある面白くなさですかね 一つ思うのは今の学校って、まあ、自,分自分の教室では子どもが決めるっていう機会がすごい少ないなと思っててなので、うん、学習の、まあ、じゃあ順番とか内容とかもできるだけこう子どもが決めるようなふうになっていったらいいのかなと思うのとあとやっぱね問いその子どもが自分が一番知りたいんだっていうような自分のその問いを 立てるっていうこと、問いを作るっていうことが、なんかちょっと今のやっぱり自分の今までの実践ではなくて、なので、はい、それ問い作りっていうのがちょっと自分の今勉強している結構キーワードにもなります。なるほどね。あのやっぱり基本日本はあの正解主義、正、え、解、ー、をガンガン教えてきて、情報処理力編長の教育がもう戦後ずっと続いてまだねあの続いているわけですけども、だからまあ例えばハシデメロスをあの読ませて えー、そしてその後どうするかっていうとこの激流を前にした時のメロスの気持ちをねあの当てなさいみたいな、えー、その太宰治さえもびっくりしちゃうんじゃないかっていうなんかこう正解を問いかける、えー、問いで。 でそれも試験で4択問題でイー、e、ローハニーと先生が作ったもしくはあのドリルの会社が作ったあの仮説をですねイー、e、ローハニーでその後その中で 4, 4, 4つの選択肢の中に必ず1つ正解があるという前提でこう当てさせる丸付けさせるっていうこういうのを2000問3000問あのずっと解いてると自分からこう問いかけるっていう力がどんどんなくなっちゃうっていうそういうことにちょっと危機感を持っているってことですよね。そうですねはい それをあのまあもしあのその画期的に変えるとしたら、そこでそのオランダの教育っていうのがあのこう聞いてくるわけですか。その、えー、多分ねオランダの教育って言われてもあの初めての人も多いと思うので、ちょっとそこは優しくあの小中学生でもわかるようにあの話してもらえると嬉しいです。そうですね。えっ、ー、とこう陶器を作るって言ってもその子供にじゃあ問いを作りなさいって言っても。 ポカきって気となっちゃうと思うので、問いを作るためにはこう何かしらの刺激っていうか、がいるかなって思うんですね。で、その刺激っていうのは、例えばうーんその何か本物のものっていうか、のものを見せて、ここから問いをじゃあ作っていこうとか、うんじゃあ外部人材を招いて、そこからこうお話を聞くとか、うんなんかあのそういうふうな。 ことをしてああのどどんどんね問いを作るまあ、練習ですかねまずはあんまりやっぱり日本の教まあ自分の教育ではなかなかはいやってな来なかったことなんではい確かにあのなんか教科書を読んだり黒板でその正解を教えている中でその問いかけが生まれるっていうのはもうほとんど無理。 <laughs> あの正解が浮かぶか浮かばないかだけの話になっちゃうんで,で、うん、そういう中であのこの間、えー、ちょっと紹介してくれたのはあのトヨタの水素エネルギーの車の未来が学校にやってきたみたいなねあれあのやっぱそういう刺激があるとなんかこう問いかけが生まれるみたいなことっていうのがやっぱりあるんですから、ね、本物を見せるとか本物が現れるとかそんなことは一つのきっかけにはなるんですかね。 だと思いますねあのまあ未来のね燃料電池自動車も教科書には写真で載ってるんですけどやっぱりもう流しちゃうんですああこんなのがあるんだってな,なってやっぱ実際に車が来てボンネット開けて見たりとかねすると違うと思うし水素で何で動くのって疑問に思ってももうあんまりこうね教科書だけやったら流しちゃうので、うん、じゃああの,あの時やったら 水素の実験をしようどうやったら水素でエネルギーが生まれるんだっていう実験をしようっていうやっぱそういうのがもっとあるといいなと思いますねあこうつながっていくとですね、はい、そうですね、うん、あとそのどうですかあのオランダの教育でなんかあの今勉強してるんだと思うんですけどもあのな,なんかちょっと、えー、こういうエピソードとかあのこんなあの面白いことやってるとかなんかありますか そうですあともう一つはその自分で決めるっていうことなんですけどその例えば時間割とかも自分でちょっと組んんででいくんですよね1、えー、つの教室の中でさまざまなそのいろんな場所自分が勉強したい場所で自分で勉強する内容とかもあっちだ国語の勉強しててこちら算数の勉強しててっていうのが1つの教室の中で行われてるんですけどそうやって自分で決めてやっていくっていうやり方が。 あまあ、そ難しいと思うんですけどだん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 あの、まあ、練習を重ねることでできるようになっていくんだなって思ってますあの実際に日本でももうあのや,やろうとしているところがあって名古屋市とかでももうそのオランダの教育を取り入れてあのやってますっていうのがあって先月あ10月ですかねにちょっと見に行ってきたんですけどそのクラスの中でさまざまな教科やって廊下に出て勉強している子とか もういてっていうようなああこれもしかしたらこれがスタンダードになるかもしれないなと思いながらはいなるほど、まあ、今の日本の教室だとあの40人なり30人なりですねがあの一斉に1つの教室で1つの授業を1人の先生からあの黒板をこう正面にして受けるわけだけどもそうではなくていくつかのこうアクティビティやっていて。 で、それをじ自分でこう、自分で決めていく、要するに、自分の時間割を自分で作るってことですね。はい。ああ。それうん、あの、子供にできるのかっていうふうに、あの、あの聞かれると思うんだけど。それはどうなんですか。できると答えちゃっていいんですか。もう、あの、初めは本当にその、じゃ一日だけちょっと、あの、順番を、じゃあ自分で決め、はめ込むっていうようなところから始めて。だんだん、こう、学年が上がっていったら、ちょっとこう、一週間の中で。 あの何曜日にこれしようっていうのを決めていくっていうのがちょっと徐々に徐々にこうなるほど。いくようなイメージでやったらできるんじゃないかなと思うんですけど。そう,いうことですね。はい、なるほど。あの、タニアンのキャラでですね、プロフィールの中で好きな給食っていうのが面白くて、サバの味噌煮っていうのを書いてあったんですよね。はい。はい、あの、やっぱり、やっぱり、それは先生だってね、あの好きでありますよね。サバの味噌煮がいい。サバの味噌煮 そうです、ね、サバの味噌になんかちょっと自分ではちょっと縁起がいいというかあのゴルフに行った時に昼にサバの味噌に食べたら昼からのちょっとスコア良くなったとかもあったんでありゃあの <laughs> 美味しいだけじゃなくて <laughs> ちょっとはいそうなんだまああの給食の材料ってまあ、例えば僕の時和田中では289円ぐらいの原価なんですよね1食ね。 289円原材料費であともちろん人件費っていうのはすごくかかるわけですけども僕はだからあの外からゲストを招くとそれが谷川俊太郎さんでも林真理子さんでもですね、えー、桜井よし子さんでもこの289円の給食食べてもらうことで、あのー、報酬に変えてたんですね。 でもうすごい喜んでくれましたし、まあ、本当に30年ぶりとか桜井よし子さん言ってましてえ30年ちょっとおかしいじゃないもうちょっと前だろうみたいなです、ね、そういう,こう笑いも出たりしてで必ず僕はあの栄養士の人と給食の現場の,です、ね、あのリーダーがいて主任さんがいてその両方呼んでねそれでその林真理子さんが例えばこれは美味しかったみたいなのをフィードバックするってことをやってたんですよ。 必ずそうやってフィードバックフィードバックかけていくとどんどん美味しくなるっていうようなことがあるんですけど、僕はだから給食一つとってもですね、もっとクリエイティブに教材としてあの利用できると思うんだけど、そそういうこともありますよね。そうですね。なるほどなるほど。そのさまざまなやっぱ改革がね、先生されててそうやね。はい。でまあとにかくあのどどんな有名な人を呼んでも僕ねそんなねあのなんか講師料を積む必要はなくて。 あの小学校特にその給食もそうだし小学生が利用している図書室なんて普通あのまあもう大人になってからは入れませんからね自分の息子娘が通ってるは別ですけどもあの全然違う第三者が学校に近寄っただけで例えば男性であればですね学校に近づいただけで不審者扱いなんであの見れないですからねだからそれであの雰囲気あの懐かしさ っていう小学校に対する懐かしさみたいなものを先生方がもっと武器にしてあのもっとと取引したらいい思うんですよねうん、うん、だ,だからまあもちろんトヨタだってそういうあの未来なんてものすごいその高い車をですねあの店に来るわけでしょうしそれお金取ってないと思いますし企業はみんなそういうことはあの本当はやりたいわけですよね小学生中学生にプレゼンしたいっていうね。 だ、うん、からそれはもうあのお金払う必要なくてあの給食や図書館でそのしばしあの5分ぐらい黙ってあの椅子に座って、えー、懐かしさ味わってくださいでいいんじゃないかなっていうふうに思うんで,うでこれいっぱいそれありますよね取引材料ね。確かに確かにあの。未来が来た時もそのまあ未来って800万ぐらいするんかな、まあ、すごい高い車ですけどある子どもがその見学が終わった後にトヨタの方のところに行って。 その、今日の僕の給食をあげるから、その車ちょうだいって交渉しました。<laughs> 言った。<laughs> 言ってましたね。言った。まあ、それはそ困っただろうな。おかしい。欲しそうやったけど、いや、それはちょっと無理かなーってね。丁寧にお断りされてましたけど。でも、そこで、やっぱり、トヨタのその係の方もですね。やっぱり、そこにちょっとウィットとユーマを聞かせた、なんかね。ちょっと。<laughs> 何かつけてくれたら置いてってもいいかなみたいなことをそういうところで企業の方もあの研修になると思うんだけどね本当はねはいえーあとあの谷原さんはですね実はあのギターの名手でもありましてですねえ普段はこの後ろの方にギターが置いてあったりするらしいですちょっと今日は片付けたみたいですけどもあのやっぱりギターできるとあの小学校の先生としていいことありますかそうですねなんかやっぱり こうイベントみたいなものを教室でもやることがやっぱ多いんでしょ学校ではね、そのお楽しみ会みたいなとか、クリスマス会とかね、そういう時にやっぱこうギターで最後歌歌う,うとかってなったら、割と子どもたちも喜んでくれて、なんでよく、はい、練習して、学校でこう一緒に歌うみたいな。確かにギターだと、さっとね、持ってきて、パパッとでできますすもんねねそうピアノだとね、ピアノのとこ行かなきゃならないけど。 あの僕は実は小学校の時の先生があのアコーディオン弾く先生であのボイスカートなんかで歌ってる歌をよくみんなに歌わせたんですけど自分があのアコーディオンで即こう伴奏したりしてでそれに憧れて僕はアコーディオンかっこいいなと思ってアコーディオンの日本一の先生の可愛いい音楽教室に習いに行ったんだけど1年も続かずに <laughs> 敗退しましたけどもあのどんな曲歌うんですか そうです、ね、子供たちからはそのパプリカとかレモンとか、鬼滅のグレンゲとか、なんかそういうのをいい、はい、歌ってって言われますね。どんぐりコロコロじゃないってことですね。もうどんぐりコロコロがいいと思って練習していっても、そうじゃないって、もそれじゃないんだって言われるんです。<laughs> 面白いわ。 あのちょっと最後の方に聞きますけどもあの今まあ留学されてますよねで普通だとまあ教員に戻られると思うんだけどもあの自分のその次のステップのイメージとしてあのやっぱり教員を続けてこれからその例えば主任教務主任やったり生活指導主任やったりっていうことから管理職の道 えーまあ、将来僕ね、あの校長になるっていうのをぜひあの早めにやったらいいと思うんだけども、そうではない道ももちろんあるでしょうし、研究者の道もあるだろうし、民間に出ちゃって塾だったり、ね、あるいはあのフリースクール作っちゃうみたいなこともあるかもしれないし、いろんな道があると思うんですが、今はあのどんなイメージしてるんでしょうか。先、まあ、先生生ははは、まあ、公立小学校のの基本的にはしてていいきたいなとと思っっっるんですけどちょっとやっぱり今この んと勉強してる中でいろんな学校を知っていってるんですね、公立以外の学校も、なんかすごく、うん、あの魅力的な学校たくさんあるなと思うのでん、ちょっとどうなるかっていうのはわからないんですけど、うんでも、今のところやっぱり公立の、やっぱり公立かなと思ってはいるんですけど、はい、今はでもあのねそういうちょっとあの自由な時間があって、あっちこっち見に行けるんですよね。そうですね,ねはい研修に顔出しあの まあコロナで海外には行けないんですけど、うん、そのオランダの研修にも参加しているのでオランダ人の先生とつないでちょっと通訳してもらって以前のほうも<ー>今やったらそんな感じで、はい、すごいいいですねでそれであのちょっと不利な時間もあるのでなぜかあの兵庫在住なのに、えー、ついさっきブログであの富士山の見えるキャンプ場 からブログを上げてくれまして、そこにあの僕の大好きななんとポリッピーまでですね、映っているというですね。シャレてますわ <laughs> もうあの近くのスーパーで見つけちゃったんで、あこれはと思って。<laughs> ということですね。はいでは、あのそろそろ時間なんですが、あのちょっと皆さんにお題をねちょっと出してもらいたいと思います。もしかしたらこうね先生らしいお題が出てくるかなと思いますけど、どんな感じでしょうかお題ですね。はい。えーっと そうですね、あの僕は今までにその、まあ、2回その自分が出会った先生ですごく影響を与えてもらった先生がいるなと思ってて1回目は自分の中学校の時の恩師の先生ですもうはいでもう1回目は藤原校長先生ですありがとうございますでそ,のそんなあの先生って皆さんにいらっしゃるのかなっていうのを聞きたくって、うん、今日のお題はあなたに影響を与えた先生はどんな先生ですかこれですね はい、えー、谷川先生がですね今掲げているボードは皆さん普通に反対に見えてると思います。これ実はあのミラー効果があるということで、えー、反転するだろうというふうに思って谷川先生はなんとわざと反対に書いています。鏡鏡をこうしして <laughs> 鏡に映しながら 苦労して書いたんだけども、それを掲げてみたらですね、Zoom、えー、ではですねそのまま映るんですね。ねということで、僕はあの普通に書いたのはこれですね、はい。あなたに影響を与えた先生はどんな先生ですかということで、今、対称な感じになってて、すごい面白いんで、<laughs> これそのまま出していますが、ちょっとせっかくですが、その中学の時の先生についてちょっとコメントしてくれますか、ど,どういう先生だったんですかえっとそうですねあの 生徒会に、まあ、自分がその立候補するかどうかってすごく悩んでまして、そんな時にこに背中を押してくれたんですね、やってみろっていうふうにね、なんで、まあ、それで生徒会に出て、入ってっていうことができて、ああこの学生生活がすごく面白くなったんですよね、うん、すごく人生変わったっていうか。うん、あの教科は何の先生ですか教科は数学の先生だったんですけど、まあ、自分の担任の、当時の担任やっぱり担任ですね。うんはい なるほど分かりましたそういうあの先生が僕はあのいるいる人は幸せだと思うんですよなんかあの小学校でもいいし中学校でもいいんですけどもあるいは部活の先生でもいいんですがあのこういう先生がいてこんな影響を受けたっていうのをあのみんな投稿してくれるといいですよねあのもしかしてそれを見てですね今でもいるんであればそこに子ども入れたいみたいなねあのそんな動きも起こるかもしれません、はい、では最後に例のやつを一緒にやって、えー、終了したいと思います大丈夫ですか はいはいではジャニーズ系のタニヤンと一緒に行きますわ <laughs> いたら見たらできるできる。できる